湯春長篠での勝利により小田原城の包囲にほころびが生じた。業を煮やした平清盛が包囲軍を割いてそれぞれの地に差し向けたのである。今こそ好機。竹中半兵衛はすかさず進軍の指示を出した。小田原城を解放すれば過去は大きく変わる。新たな道が開ける。絶望に閉ざされた未来に光が差し始めていた。柴生さんと馬長さんが頑張ってくれたみたいだね。敵の注意がそれて小田原城の包囲はだいぶ薄くなってる。とはいえ包囲は続いている。小田原城の危機的状況は変わりない。そこを何とかするのがわしらの役目よ。ここからの力仕事を任せてもらおうか。包囲には島津が参加しているか噂には聞いていたが、本当に龍馬に協力しているとはな。この戦い立花が出るぞ。あの戦屋に真意を正す。あだ包囲はまだ熱いけど任せよ。穴を開けられる。まずはお城のお姫様たちと合流しよう。その後は城を守り清盛を倒せばいいかな。馬長さんと柴生さんの頑張りに応えよう。じゃあ皆さんよろしく。お姫様の留守を預かってるんだから、小田原城は絶対守ってみせる。まだ諦めないなんてけなげね。そういう人見るといじめたくなっちゃう。あんなところに敵？いけない、助けに行かなきゃ。こっちはそろそろ限界かな。まだまだ天下無双の剣をなめるなよ。骨ごと噛み砕いてる。はい、来てくれたの？当たり前でしょ。私たち友達なんだから。小田原城みんなも私が守ってみせる。はい、お待ちしてました。やば、私やっちゃった。これぐらいにしといてやる。敵将討ち取った。私に任せ。貴様はここで潰され終わる。わしが説教をくれてやろう。ならば俺に道連れに。敵将高幸福が討ち取ったわ。参ります。ちょっと厳しいかな。ねえカイ、あんた休養期でしょ。諦めちゃダメよ絶対。減らない。よし、これならいける。援軍が来てくれたんだ。私は絶対にここを守る。太郎が帰ってくる場所だから見かねます。あれあれって半兵衛さんたちね。あっちへ放っておくとまずいんだな。残念だけど武蔵さんとはお別れね。はい、見かねます。援軍は援軍はまだかよ。はい、注目。お城は私がもらっちゃいました。小田原城は親方様のもの。あんたなんかに渡せるか。任せよ。こんなおしとやかな顔してすごいのね、かぐや。あんた、やるわね。やる？何を行うのでしょうか。すごいわねって言ってるのよ。さようにございますか。なんか、調子狂う子ね。ここまでかよ。西の守りを崩した。では、とどめを刺すとしよう。おお、姫様。ご無事でしたか。孫悟から離れた後、どうされたかと。ずっとここに置いてもらっていたの。だから、タイにも小田原城にも感謝してる。どっちも絶対に守らなきゃ。姫様を助けていただいた恩、わしも返さねばなりませんな。いや、もう必死すぎだから引っかかっちゃうのよ。私を止めようっての？なめないで。後ろは渡さない。あんたは私がぶっ飛ばす。そこをどきなさい。そこは親方様の場所よ。親方様って北条氏康さん？あの人、もう死んじゃってるんじゃない？うるさい！あんた、絶対許さない！これまでだ！ういっ！骨ごと噛み砕いて仕方ないね。遊んであげる。それなりに楽しめた。帰ろっと。天守を取り戻して、あとは重りをぶっ飛ばす。貴様はいよいよ地獄の予想よ。鬼の居場所にふさわしかろう。うん、いいね。エルフ。参ります。あなたすごいよね。任せよ。はっ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 私たちのお城も清盛に壊されたの。だからこれは復讐戦だよ。真似事噛み砕いてくれ。これぐらいにしといてやる。敵将討ち取った。 この小田原城は甲斐殿の愛しき風景、やすやすと龍馬の手には渡せぬ。やりよう。敵将討ち取った。 負けておれん。我が軍も続くぞ。敵将討ち取った。 できました。申し分ない働きだ。まさには聞いたが、やはり龍馬についているのか。久しぶりに面白い戦に。 オロチなき龍馬は負け続け、面白い戦ができるとは思う。何？まさかママ。これも王者が出てから大勝ちすぎてつまらん。呆れたやつだ。結局貴様の理由はそれか。王者がいる限りお主らに勝ち目はない。 戦も博打も不利な方が面白い。メス。はは、派手に行こうか。君に任せ。私は信じよう。そのような手札が人にある。幼者との戦は面白い博打になる。私も信じたいな。武蔵さんは助けられるかもしれないし。ま、百聞は一見にしかずって言うし。かぐやさん、お願い。眩しい。 かぐや、人間とは不思議なものだろう。脆いように見えて存外強い。決して希望を失わず何度でも立ち上がる。 私は確信している。かの幼者は必ず人海の強者によって滅ぼされるだろうと。小田原城を救い戦力は増した。だがかの幼者を討たぬ限り未来はない。そこでこれより貴公らには幼者討滅の方策を探る手助けをしてもらう。柴生将軍らは私と共に酒呑童子なる存在を追ってもらいたい。おそらくかの酒呑童子こそが 幼者討滅の方法を解き明かす鍵となる。安兵衛将軍らにはダッキを追跡してもらう。ダッキはこの世界の成り立ちから立ち会ってきたものだ。奴を捕らえれば有力な情報を得られよう。そして馬長将軍、貴公らには平清盛を追ってもらいたい。 かの者は邪法によって多くの人間を操っている。我らの行動が妨害されぬよう、そして邪法を砕き味方を増やすよう期待する。では諸将、よろしく頼む。 小田原城に援軍が届かぬ理由。そう、あの時あんたは敵だった。だからなんか知ってるんじゃない？うん、心当たりはある。小田原城に向かう途上、同校の城が龍馬の大軍に襲われておった。あそこにおったのがその援軍なる。まあひとたまりもなかっただろう。 姫様、長篠で蓮子殿と戦いました。蓮子と？よかった、無事だったのね。でもやっぱり妖術で。はい、ですが実は不完全でした。やっぱりあの時逃げるべきじゃなかったのね。妖女に追われて 孫悟から逃げてきた時、レイシは私をかばって妖魔に捕まったの。そして妖術で操られて、私レイシを傷つけたくなくて逃げてしまった。でもそれじゃダメだったのね。あの時にしっかり向き合っていれば。姫様、やり直しましょう。